久しぶりの質問コーナーでございますね。まあ来月はさ、あの日本公演新聞の主催の兵庫だったかなの講演会、たまちゃんお願いねっていうのは全部質問コーナーらしいんで、質問コーナー、たまちゃんの人生相談みたいなコーナーで喋ってくれっていう話やったんで、ああ久々になんかこれ来たなみたいな感じで思いましたけど、皆さんから寄せていただいた質問にたまちゃんが降りてきた言葉を言うだけのコーナーでございますね。アドバイスとかね、こうすればうまくいくよとかいうコーナーではない。たまちゃんはどれぐらいぶっ飛んでんのかなみたいな感じで確認するコーナーだと思ってもらえば間違いありません。その中で、あ、これ面白そうやなと思えばやりゃいいし、いやそれは言うて無理やろって思ったらやる必要ない。面白いと思ったものしか続かないし、面白いと思ったものじゃなきゃ成果出ない。さっきも言ったけどね、いやたまちゃんが言うんだから間違いない、無理やりやってみようとかいうのは大概失敗するので、面白いと思ったものを、まあ、この人生相談、まあ、質問コーナーに関わらず、ね、面白いと思ったことをやることをお勧めします、ね、そうするとうまくいく、ね、あのさ、やらされるとかさ、しぶしぶやってるとどうなるかって言ったら、その文句が出てくるんよ。なんでこんなことやらなきゃいかんねん、あいつのせいやみたいなことになるわけよ、ね、でも楽しんでやったらさ、あいつのせいやって、そのあいつって自分やからさ、文句言えないよ。文句言えないからもうやるしかねえよ、ね、で楽しくなくなったらやめりゃいいよ、ね、楽しくなくなったのに続けるからおかしくなるよね。俺は楽しいと思ったらやるし、もう楽しくねえと思ったらやめようと思ってる。それでいいよ、ね、そうするとうまくいく、ね、どんな質問が来るのか全くたまちゃんは分かりませんけど、ね、いきなり3つ質問をぶっ込んできた人がいた、ね、なかなかこれはあれですよ、欲張りな人ですね。あのさ、こんな紙の大きさがあるんやったらいっぱい書いていいよ、ね、でいっぱい書かないようにつってちっちゃいメモ帳を渡す会場もあるんやけど、それでも裏表いっぱい書いてくる人がおるの。こういう人たちはやっぱ人生うまくいくんよ、マジよこれ。あのね、もう質問コーナーだからたまちゃんも大変やしね、一個だけ書こうみたいな、で当たり障りのないの書こうみたいなね、人たちがいるんやけど、思いやりでも何でもないよそれね、もうその時間とお金の無駄ね。せっかく来たんやったら元取って帰らにゃね。そしたら一番自分が聞きたいこととかね、普段は聞けないことを聞かなきゃ。もうこの後入園でさ、たまちゃんの好きな食べ物なんですかとか聞いてくるやつはさ、待てよみたいな感じで、そもそもここ来るなって話やん、そんなね。だからそのせっかく来たんだったら元取ろうって思うことってめっちゃ大事ね。たまちゃん講演会でもいっぱいいますけど、うまくいくセミナーとうまくいかんセミナーっていうのがあるの、ね、でもさ、世の中のセミナーってほとんど内容一緒なんよ。こんなこと言うとどうかと思うけど内容は変わらんのよ。で何が変わるかっていうと、参加料が変わるのよ。参加料が変わるだけなんよ、中身は一緒なんよ。で1000円のセミナーとかうまくいかないのよ。ところが100万円のセミナーってうまくいく人が増えてくるの。500万円のセミナーって言ったら半分以上成功していくの。なんでか、覚悟が違うの。もう500万円のセミナーをさ、なんかビール片手に話半分で聞くやつなんて誰もいないわけ。もう500万円のセミナーだったら一言一句絶対菊村さんはいって思ってるわけ。でも1000円のセミナーやったら、まあ1000円やもんねみたいな感じで、一番その身につかないのは無料のセミナーだから、無料のセミナーとか無料の講演会とかを選んで行ってる人たち結構いるんよ、無料だからみたいな。一番伸びないタイプそれね。もう俺教員の世界にいたからめっちゃわかるのそれ。教員って研修の機会たくさん設けられてて、無料の講演会とか無料の研修会とかいっぱいあるのね。でもそんなのにたくさん参加した、まあ後半俺企画する側だったんで、どんな人たち、まあどんな人たち、教員が来るんですけど、来た人たちがどんな態度を取ってるかっていうと、ほぼ寝てんの、ほぼ寝てんの、もう講演会始まった瞬間寝てんのこうやってで、起きるのって最後の終わりますっつって拍手してる時に起きるので、拍手してんのこうやって、で、ああよく寝たみたいな感じで帰っていくの。何も聞いてないのね。で俺のことよ俺のことよね。なんで無料の講演会とかセミナーそんなもん。でも教員でも自費でセミナーの結構受けたりしてたのね。でさ、その当時でさ、8000円のセミナーとか1万円のセミナーってさ、教員にとっては結構ハードル高いねセミナーやったけど、そのセミナー行くと目の色が違うよ。もう目の色が違うの。もうその学ぶ意欲が全く違うわけ。同じ人種かって思うぐらい違うわけね。そしたらやっぱ伸びるよ、ね、そういう中に身を置くってめっちゃ大事なことなんだよ
ね、あのさ、人間って多分経験あると思うけど、相当周りに流されるんよ。相当流されるんよ、これ。自分がいくら鉄の石を持ってるとか言っても、簡単に流されていくの。だから、周りの人の意欲や意識がめっちゃ高い状況に自分がポーンって置かれたら、自分も引きずり上げられて、意欲が高い、意識の高い状態になるわけ。だからうまくいくの。ね。だけど、そういう無料のセミナーとか、ワンコインのセミナーとか行くと、もう意識のない、もう付き合いで来たみたいな人たち、動員で集まったみたいな人たちばっかりやからさ、もう意欲のかけらもねえの。そしたら自分も引きずられて意欲のかけらもない状態で、その無駄な時間を過ごすことになるわけ。なんで、伸びたいと思うんだったら、よく未然に起きれって言いますけど、うん、それ意味がある。ね。払ったお金がもったいねえなと思ったら、そこが学びのスタートね、これね。これマジよ、これ。ね。なんで、まあ、どんな答えが出てくるかわかりませんけど、まあ、話半分に聞いてください。たまちゃんにはなかなか会えないので3つ質問します。1、人を上に見たり下に見たりする考え方は、どうやったら根本的に治るものですか？難しいよね、これね。人を上に見たり下に見たりする考え方って、これ、身につけさせられた癖なんです。ね。自分がそうやって扱われてきたの。人を上に見たり下に見たりする考え方って元から備わってるものじゃないんですよ、これ。ね。誰かから学ぶの。そして大概それ身近な人から学ぶことになるんですけど、自分が下に見られた経験がある。ね。人たちっていうのは、その辛い記憶がなかなか消えない。ね。そして気がついたら自分もいつの間にか人を上に見たり下に見たりする癖が身についてしまう。あの、昔あったやん、歌でさ、もう親父みたいな酒飲みは絶対ならねえと思ってたのに、気がついたらなっていたみたいな歌があるやん。あ、一緒よ。ね。なんで、どうやったら根本的に治るものですかっていうのは、これ難しいよね。自分がその評価に置かれ続けてるってことなんよ。上に見たり下に見たりっていう考え方が治らないっていうのは、まだ今現状で上に見たり下に見たりっていう、その集団の中にいるってことなんよ。ね、さっきも言ったけど、その集団に流されるの人って。だから本当に根本的な解決、根本的に治るのかって聞いたら、その集団を離脱しないといけないの。離脱すれば治るの。そしてこの上下に人を見ない集団に属することが根本的に治る解決法なんですけど、それも現実的にやれってさ、なかなか厳しいよね、これね。なかなか厳しいよね。だから根本的に治らないと思ってください。ね。治らない。その場に所属してる限り、治らないと思ってください。その方が、諦めがつきます。ね。治るかもと思ってたら、治らない自分にさ、苛立ったり、そう、苦しんだりすることになるから、もうこの場におるのは、俺だけの責任じゃねえんじゃって思うことよ、まず。自分だけの責任じゃないよ。ね。もうみんなの責任だと思ってください。で、その中で、自分は、苦労しながらでも、苦しみながらでも、そういう考え方とは、さよならしようって思うことってめっちゃ大事よ、これ。できる、できないと思うっていうことは全く違うことやから。ね。できないから思うのやめたっていうのは、それを自分を一番傷つけることになるんよ。ね。いや、現状難しいけど、でもこの考え方は俺やだって。この考え方で人を見るのは、やめたいな、卒業したいなって思い続けることって、一番大事なことなんよ、これ。できる、できないじゃないよ。ね。だから、この質問をした人、ね、根本的にどうやったら治るんですかって聞いてるってことは治したいと思ってる。この気持ちを忘れないでください。これがめっちゃ大事なこと。ね。そうすれば、いつか人を上下関係で測らない人たちと出会うことになるんよ。ね。その時に、その輪を少しずつ広げていけばいいの。ね。それでいいと思う。2、身内の問題は他人の問題の10倍。解決改善が難しいと感じますが、解決するための心構えありますか？特に自分が直接問題に巻き込まれる場合、なかなか解決が難しいです。ね。身内の問題は解決できないようになってるんですよ。解決できるような問題が身内で発生することはほぼない。ないのよ、これ。ないの。だって身内が一番大変やから、人の人間関係の中で。簡単に解決するんやったら、なっ苦労せんわ人は、ね、身内はもう10倍どころじゃない、100倍も1000倍も難しいんだと思ってください。間違いありません。ね、もう解決不可能な問題がやってくるの、身内だから。ね、他人は解決可能なんよ。だって血がつながってねえやから、物理的に離れれば終わりなんよ。でもさ、身内って
たとえ除石とか縁を切っても血が繋がっちゃうんよ。血が繋がっちゃう限り完全に切ることはできんわけよ。心のどっかに残るんよ。いくら縁を切ったっつっても。だから苦しいんよ。ね。だから苦しいんですけど、なんて言えばいいのかな。まあ、こんなこと言うのどうかと思ってるんですけど、繋がってるの血だけよ。繋がってるの血だけなんよ。なのにそれをあたかもめっちゃ大事なことのように言ってるけど、それまあ全時代的な考え方。血しか繋がってないよ。わかる？他の考え方とか生活パターンとか行動様式とか全部違うんよ。血しか繋がってないからその程度なんよ、はっきり言って。その程度なんだって思ったら楽になるわ。なんかあたかもさ、血が繋がってることが全てみたいなこと思ってるのよ。でも昔の人たちって、血が繋がってる子育てとかあんましないよね。生まれた瞬間に、なんか人に預ける。あるいはじっちゃんばっちゃんに預けるみたいな。ね。で、みんなで子育てしてたから、血の繋がりっていうのはそんなに重要視されなかったの。家という問題が出た時に、血の繋がりが重要になってきたっけ。つまりそれは何かっていうと、お金たんまり持ってる人の問題なの。わかる？ところが、ここ見て、周り。わかる？その問題はみんなないわけ。ね。ないわけ。とりあえず、お金たんまり持ってますわ、みたいな、そういう血のつながりの問題抱えてる人はいないわけ。ということは、単なる血のつながりなだけなわけ。ね。そしたらさ、なんだ、血しかつながってねえや。考え方も、自分の生き方も、なんもつながってねえわ、って。全然別の存在やわ、って。その程度かで思えばいいよ。それで終わりよ。ね。あんまり気負わんことよ。ね、親だからとか子供だからとか気負いすぎ、ね、血しか繋がってんのに、血しか繋がってんのに偉そうなこと言うな、血、ね、もうその程度やのに、ね、思いや考え方とか行動パターンとか全部繋がってるんだったらまだ責任持ってもいいけどさ、ね、その程度しか繋がってないんだっていう風な考え方をするとちょっと楽になるかもね、はい、精神世界ではね、子供ってまあ私たちの現実世界では子供って血が繋がってるよみたいなことを言いますけど、精神世界では何も繋がってないの。預かり物なんです。ね。預かり物なの。誰のものでもないの、子供って。なんか、子供が自分のところにやってきたから、あたかも自分のものみたいなことを思うわけ。親って。ね。だから言うこと聞けとか言うわけ。ね。じゃあ、自分の所有物じゃねえよ、はっきり言って。ね。昔それが分かってたからみんなで子育てしよったんよ。でも今はさ、もう自分の所有物みたいに勘違いする人たちが結構いるんよ。ね。だから子供の時から自分の、もう親の好きなファッション着させるとかさ、髪型にするとかさ、まるでペットのように、ね。自由自在にアレンジする人たちって結構って、その人たちはもう自分の所有物だと思ってるわけ、子供。ね。だから問題に直面するわけ。なんで言うこと聞かないのって。まあ、例えばさ、飼ってる犬がさ、ワン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 って突然吠える。なんで吠えるのパコーみたいな。ね。もう ご主人のたまに吠えるって、なちょこだみたいな。ことをする、まあ、ペット虐待の人たちってそういう考え方をするのね。でもおかしいよね、それね。おかしいやろ。だって、その犬は自分の所有物でも何でもないよ。例えば、うち猫4匹いますけど、自分の所有物じゃないよ。猫は猫で、もう完全に別の生命体なわけ。別の命なわけ。その命は自分の所有物じゃないわけ。ね。だから、俺の言うこと聞けとかないわけ。その前に猫にいくら言ってもいいこと聞かないわけ。ね。言うこと全く聞かないわけ。だから諦めるわけ。ね。でも言うこと聞かないから腹が立つかって言ったら全然そんなことないわけ。ね。可愛いわけ。ね。それが本来の命と命の付き合い方よ、これ。ね。やけど、自分の持ち物やと思った瞬間におかしくなるんで、早くその考え方卒業することをお勧めします。ね。血しか繋がってねえし、血ごときでごたごた言うなよって。っていう話、運はどうやったら上がりますか。あ、いつも笑ってたら上がりますね。いつも笑ってたら上がりますという話をすると、笑えないタマちゃんっていう、ね、いやいや笑えないってだから運が上がらないのよって思うだけの話やん。簡単やん。だってその人たちはさ、面白いことがないから笑えないと思ってるわけ。いや、もうちゃんちゃらおかしいよね。面白いことがあるないと自分が笑顔になるは、あたかもなんか繋がってるみたいな錯覚を覚える人たちがいるの。さっきの血と同じでね。違うわ。自分が笑うかどうかを決めるのは自分しかいないよ。自分が笑うかどうかを決めるのは面白いことじゃないよ。
でもあたかも面白いことが自分を笑わせる原因になってると思ってるわけ。違うよ。笑うかどうか決めるのは全部自分の意思一つなんよ。だから面白くなくても人は笑えるんよ。悲しくなくても人は泣けるんよ。なぜなら泣くか笑うか決めるのは自分だから。だから面白いことがなくても悲しいことがなくてもできるの、人って。ね。自分の意思で決められないことに引きずられるからおかしくなる。わかる？例えば人生何もかも思い通りにしたい。ね。それが幸せな人生やとか思ってる人たちってめっちゃ苦しいやん。現実世界は自分の思い通りにならないことが圧倒的に多いんだから。例えばさっき言った親の問題とか、自分の考え癖とか、なかなか難しい。そんなすぐに、もう瞬間でクリアできる問題ではない。でもそれがなかなかうまくいかないから、はあ、自分はどうやっても幸せになれねえみたいな感じで焦ったり悩んだり、嘆いたりする。でもそれって自分ではどうしようもできんことやん。ね、親の問題ってさ、どうにもできんことやん、自分では。生まれ直すことできんやん。親がちょっと無理やから、ちょっと来世でみたいなことできんわけよ。ね、来世に行ったら全く別の人になるから、もうその記憶も忘れてるわけよ。ね、そしてまた新たな問題にチャレンジみたいな感じになるからさ、無理なんよ、はっきり言って。で、無理なことをいくら悩んでも無理なんよ、はっきり言って。ね、もう全部血液入れ替えるしかねえやん、もう。ね、そんな無理やん、はっきり言って。だ、無理なことを悩んだって無理なんよ。諦めるしかねえよ、もう。ね、やけどさ、たった一つだけ自分が決められることがあるの。それが自分の行動なんよ。自分の行動は自分が決めることができる唯一のものなんよ。あとは自分で決められることはできないものばっかりなんよ。ね。心臓ですら自分の意思で動かすことできるのよ。自分が自分の意思で司ることができるのは自分の感情と表情だけなんよ。そして一番大きなものが自分の表情なの。自分の表情が自分の意思でコントロールできる唯一で最大のものなの。だからそれを自分の力でコントロールした時に運が上がるの。昔の人は分かってるから。だから面白くもないのに笑うの。そして笑いがたくさんあるところにひしめき合うように集まるの。あの皆さんの世代では経験あるかどうか分かりませんけど、昔映画館とかで爆笑してたんだよ。テレビの前で爆笑してたんだよ。今そんな考えられんよね。映画館とかで笑ったらみんなが見るよ、なんかみたいな、いつの時代の人みたいな感じで、みんな面白くないのにもかかわらず笑ってたよ、昔は。寄席とか行って。ね。もうとにかく、笑うことが運気上げるって分かってるわけよ、みんな。だから笑うわけ。ね。だから笑う角に福来たるとかいう言葉があるわけ。ね。なんで、笑顔で生きていこうって決めることよ。そして笑顔で生きていこうって決めたら、自分の表情をコントロールできるって、自分が確信持つことよ。ね、面白いこと探すのやめるの。面白いことをさ、どっかにねえかなじゃない。ね、自分の生活や人生の中にいっぱいある。そして、今までは笑えなかったことも笑えるようになるの。例えば自分がやってきた赤っ恥。ね、もうダメ、人には喋りたくねえみたいな。ね、こんな恥さらしなことを、もう絶対人には言えねえわみたいなのを笑い飛ばしたら、すげえ運くるよ。ね、俺そんな人生。ね、自分の赤っ恥を切り売りして10年間やってきた。ね、生き延びることできました。ね、でも他の同時期にデビューした講演家消えていなくなった。いい話しかしてないからかわいそうに。ね、赤っ恥やってたら10年生き延びれたのに。ね、俺だけが赤っ恥を10年間語ってったら生き延びたけど、ね、その切り売りする赤っ恥がなくなってきた。ね、そして気がついたらすげえ素敵ないい人になっていった。ね、やべえみたいな、このままじゃやべえみたいな、俺も消えていなくなるみたいな感じのタイミングで神様からドーンと超ド級の風が吹いてくる。ね、お前もうちょっと赤っ恥あげるわみたいな感じで、ありがとうみたいな感じで、ね、それを喋るとみんなが喜ぶ。ね、もう人の不幸ほど美味しいものはない。ね、美味しいものはないよね。その不幸を自分で笑い飛ばすことができたら、すげえ風が吹くようになっちゃうんよ。すげえ風が吹くようになっちゃうんよ。だからさ、ありがたいよね。ね。失敗を笑い飛ばせるようになると、結構物事に動じることがなくなるよ、これ。ね。だってそれどう面白おかしく伝えようかみたいな、わけのわからない思考回路になるんよ。
どうしようどうしようの種類が変わるんよ。どうしようどうしよう自分の人生じゃなくなるんよ。どうしようどうしようどうすれば面白いかなみたいなことになるわけ。そしたらさ、人生が変わるんよ。なんで、そういう考え方身につけるといいんじゃないですか。はい、次いきます。友人と2人でネパールに行く予定でしたが、すごっ、急に友人が行けなくなり、ネパールには行きたいけど一人で行くのはいろいろ心配。まあ、確かにね、チャレンジするべきかやめるべきか悩み中。ネパールに何をしに行くかというと、ヒマラヤ山脈が見たいから。どうしたらいいかな。それをタマちゃんに相談してどうする。それ俺に相談するよ。内容じゃないような気がするよね。行きたきゃ行きゃいいし、やべえと思ったらやめれやね。え、いやもうお金払ってもキャンセルできませんやったらもう行けや、もうもったいないからね。でもキャンセルできて、キャンセル料いくらか払って、そのキャンセル料払ってもまあしょうがねえやと思ったらキャンセルね。キャンセル料高すぎて無理やったらもう行くね。で行ってもうなんかに襲われたらもう諦めるね。ね、もうだ友人を恨む、あもうあいつが来ないからみたいなね。そして死ぬね。もうそれでいいよ、もうしょうがねえ。そういう風になってんのやがしょうがねえ。まあ、でもネパールにいるから誰も気づかないね。誰も気づかない、いくら恨んでも友人も気づかないから大丈夫。いくら恨んでもいいよね。友人は友人でのほほんと日本で生きてるから大丈夫ね。なんだったら呪いの言葉かけてもいい、一生恨むからなみたいな。その一生終わるからね、終わるから大丈夫ね。いろんなことを勘案して、行きたきゃ行く、行かなきゃやめるね。そしてまた行くチャンスもあるかもしれんね。もうそのまま行かんでもいいかもしれんね。ヒマラヤ山脈見たいな、どうしても見たいな、ネパール行きてえな、あまた友人誘おうみたいな感じでも全然いいしね。自分で決めりゃいいのね。もう仮によ、これこういうこと書いてるやん。なんで俺がさ、ネパールに行くべきですよとか言って、ね、ネパールに行って、なんかに、なんか襲われたとするやん。なんか野生動物かなんかに。絶対俺が恨まれるよ。もう勘弁してくれよみたいな話やん。で、俺がさ、やめとけやめとけっつってやめる。で、やめたらさ、高額のキャンセル料払う。くそ、あの玉のおかげ。玉のせいで、こんな金払わされてみたいな。結局、どっちアドバイスしても俺、恨まれるの俺なんよ。ね。もうだからもう自分でもう好きなように選んでくれや、みたいな感じ。ね。なんだったら俺も行きたいわみたいな感じね。まあその山には登りたくないけど、俺大体危ないところには絶対行かないって決めてるから、だからまあ海外にまず行かないね、行かない、危ないところにはもう絶対行かないって決めてんの俺ね。なぜなら俺さ、大体痛いのと怖いの嫌いなの。痛いの怖いの嫌い、だからお化け屋敷も行かない絶対にね。もう行ったらギャーとか叫ぶからもう行かないね。痛い、もう注射とか絶対しない。絶対注射とかするぐらいやったらもうさ、もう俺をさ、なんかもう全身麻酔かけてからやってくれって。でもその全身麻酔も注射なんよ。だからもう俺も全身麻酔もできねえみたいな。なんだったらなんかガスみたいなの吸わせてくれみたいなね。そんな感じよ。もうそれぐらい弱いの俺、痛いのにダメね。だから危険なところに絶対行かない。座ったらすぐに眠たくなる職場限定のはどうやって防いだらいいですかって。あ、これね、みんな抱えてるの、この悩みね。職場に限って眠くなるよこれ、マジよこれね。家に帰るとパチンって目が覚めるので、好きなことやってたらもうずーっと目が覚めてるの。職場に行って職場の椅子に座ったら眠たくなるの。しょうがないよこれ。これね、現代の難病ね。治療法ありませんね、ないんですよ。だから防げません。あのさ、もう俺さ、まあほんとバカでさ、職員会議のたんびに寝てるわけ俺ね。もうなんで寝てるのかってはつまらんからよね。つまらんし、俺に関係ねえと思ってるわけ、その会議の内容が。俺に関係あるって思ってるやつはちゃんと起きてるわけ、職員会議でも。でも特に何も関係ないわけね。でも自分に関係ねえと思うともう寝るね。最初は俺に関係ねえと思ったらカップラーメンかなんか食べてたの、ね。でそしたらめっちゃ怒られたっけ、職員会議中に物食うなみたいなね。俺バレないと思ってたけど、カップヌードルって結構匂うのね。でも後ろだから絶対バレねえと思って、なんかあの本とかを積み上げて絶対教頭に見えないようにしてズルズルって食べてたけど、すぐバレるわけで、めちゃくちゃ怒られるわけね。もう校長と教頭ダブルで怒られるわけ。なかなかないよこの揃い踏み。俺も一番最高な校長、教頭、教務主任に怒られたからね。なかなか校長室でこの3人揃う、3役揃い踏みで怒られてないよ、なかなか。なかなかないけど、でもう、あ、そうか、じゃあまあ、じゃあどうしようみたいな。で、カップラーメン食べなかった途端に眠くなるわけ。で、寝るやん。寝たらバレるわけ。
なんでかって言ったら、いびきかいてるわけ。みたいな。うるせえみたいな感じで、また怒られるわけ。ね、どうすればいいねみたいな感じで思ってたらさ、その薬局に眠気防止の薬が売ってるわけ。カフェインの錠剤みたいな。ね、買ったよ。で、買って飲んだけど、日本のカフェインの錠剤ってそんなに量入ってない、カフェインの。言うて。だから、やっぱ寝る。やっぱ寝るからダメだこりゃと思って、アメリカのカフェインを取り寄せた。ね、一粒 200mg カフェインが入ってる。結構量多いよ、200mg っつったら。そういうの飲んだらさ、起きてんの。うえぇーみたいな。すぐや、ちゃんと何、職員会議の30分前ぐらいに飲むわけ。そしたらさ、職員会議直前に飲んだらダメよ、寝るから。ね。30分ぐらい前に飲むと、寝ない。そしたらさ、みんなが不思議があんの。なんで寝ないのつって。いや、もうさ、全部寝てるから、その俺が突然寝なくなったら、みんな気になるわけ。で、気になって俺に聞くの。なんで、今日の職員会議とか、眠くなかったんかつって。全然眠くなかったですって。俺もう大体少年を入れ替えたんですって。ね。ね。もう心入れ替えたら大体俺もうさ、やる気と根性だけで生きてますから、みたいな。嘘つけって。お前なんかやってんだろみたいな感じで。すぐバレるわけ。なんかもうさ、机のこの引き出しの中に、なんだこれはみたいな。この錠剤なんだみたいな。これカフェインですよみたいな。この錠剤飲んだら寝ないっすわみたいな感じで言ったらさ、6人ぐらい買ったよね。6人ぐらい買った。どこで手に入れるんだみたいな感じで、あ、実はここ、こういうサイトで手に入れられますみたいな。6人ぐらい買ってさ、そしたらやっぱちゃっかりしたのがいてさ、その6人が買ったらさ、自分は買わんけどちょっと試させてくれみたいなのがおるよ。あれ、タバコちょっと1本くれみたいなやつが必ずいてね、それが10人ぐらい広がるわけ。そしたらさ、職員会議で寝ないやつがいっぱい出てくるわけ。それ校長と教頭が焦り始めるわけ。なんでみたいな。え、なんで急になんか少年が変わったみたいな。なんで真面目になったらなったで怖いなみたいな感じになって、ね、カフェイン飲むのやめろとかいう通達が来るわけ、ね、もうそのみんなが起きてるのは気持ち悪いみたいな、ね、なんかこれ危ねえし怪しいみたいな感じになって、カフェイン禁止になったので、飲まなくなったら俺また当たり前のように寝るわけ。でも当たり前のように寝るけど、後で見てみたら校長とかさ、満足そうな顔してるわけ。やっぱ寝るやつが一人か二人ぐらいいてもいいのかなみたいな。うん。一番ひどい人なんかさ、もうこんななってるよ、こんな。あーとかなってるわけ。女性よ。もう俺の三つぐらいの先輩だったけど。もうすごいの、この動きが。何の体操してんのかな、この人みたいな。そしたらさ、校長見たらさ、笑ってんの。もうそれ見て笑ってんの。それ見た時にさ、もうこの人幸せにする力すげえみたいな。もう自分が寝てるにもかかわらず幸せにする力があるなんてすげえなみたいな。俺もこうならなきゃみたいな感じで思ったね。だからいいよ、いいの、寝ていいのね、寝て、それがもう大問題になるまで寝てていいの、大丈夫ね、新たな笑いに変換されるからこれね。人が寝てるのとか人が遅刻するのって結構笑いになるのね。俺さ、遅刻大王やったからさ、初任者の分際で1年間に13回の遅刻したんよ俺。そしてさ、1年間に13回遅刻して初任者クビにならなかったの俺だけなんよね。俺校長から言われたから、1年後、お前をこれクビにしないといけないけど、このままクビにしたらお前の少年は一生治らねえだろってか言われてね。お前そんな簡単に辞めさせてもらおうと思ったらお前間違いだみたいな感じで超厳しいコーチやったからね。お前は辞めさせねえとか言ってね。まあそれで今現在に至るんでよかったと思うんですけどね。もうさ、人が遅刻してくるのなんか面白いよ。面白いなんか知らんけど、いつ遅刻しやがったみたいな。人が見てん、寝てんの見たらなんか嬉しいよ。あいつ寝てるみたいな。ね、写真とかも撮っちゃう、パチッと。で、それを忘年会とかで披露する。ね、寝てますよ、みたいな感じで。ね、だからさ、結構さ、寝るって、結構人に笑顔を与えてる。ね、と思ってください。ね。人の立場になって考えろ、とよく言われます。バランスの取れた視野を得るには、複数の視点があった方がいいと聞いています。たまちゃんはどんな視点を持っておられますか？ね、人の立場になって考えるって、まあ大事な考え方よね、これね。人の気持ちになるとか人の立場になるっていうのは、これは心の痛み限定ね。心の痛み限定よ。
何でもかんでも人のね気持ちになって考えろとかいうのもさ、大きなお世話はっきり言って、人は人なんやから、自分は自分やから価値の押し付けないよ。でも心の痛みは寄り添う必要があるの。これが優しさの元ね、優しさって漢字で書いたらわかるやんね、憂いに人が寄り添ってるのね。そして仁っていう漢字、これもそのね優しさっていう意味なんですけど、人が二人いるの。だから必ず人が寄り添うことって大事なことなんだよってね、心の痛みに寄り添うっていうことは大事なことなんだよっていうふうに昔の人はメッセージで伝えてるわけね。その他のことで人の気持ちなんて考える必要ないの、はっきり言ってね。辛かろうなって思った時に寄り添うのね。それ以外に寄り添うのはもうはっきり言って大きなお世話ね。なんで人は人、自分は自分っていうのが一番バランスの取れた視野だと思いますね。人ってさ、自分がいいなって思ったことは広めたいなって思う性質持ってんの。それ誰しも、俺も持ってるね。これいいよみたいな。でもこれいいよっていうのは全然構わんないけど、なんでやらないのっていうになるとおかしいよね。だよね。例えば俺がトレーニングを始めたね、トレーニングマシン買おうみたいな、買っちゃったみたいなね、トレーニングマシンめっちゃいいよって、え、ケイちゃんなんで買わないのみたいな感じになって、買うまで、え、買った、買ってないの、なんでみたいなこと言ったらさ、うるさいよみたいな感じになるやんね、いらねえわみたいな感じになるやんね。でそんなのいらないね。だけどケイちゃんがなんかさ悲しそうな顔してたね、んでなんか気になるなみたいな、その後でさなんかメッセージか電話でさ、なんか悲しそうな顔して気になったからメッセージしたけど大丈夫みたいな感じでね、聞いたりすることって人として大事なことよね、これね、うん、なんでまあ人は人、自分は自分って考えるのが基本だと思ってくださいね。さ、何でもかんでも自分に寄り添う人がいたらさ、もう最初はさ、あー俺のことよく考えてくれてるなって思うかもしれんけど、最後はうざったくなってくるよマジでね、うぜえなみたいな、もうほっといてくれやみたいなことになるのね。なんでまあバランスの取れた視野っていうのはもう本当に自分の人生だけ考えた方がいいよね。なんか自分の人生だけ考えるのでも人としてクズみたいな感じで思うかもしれんけどさ、自分の人生だけ考えるのが一番幸せ、周りを幸せにする力ね、本当よ。自分が幸せじゃなかったら周りが辛いから、だって周りに引きずられるんよ。で自分は自分の人生の中心は自分だから自分しか見えないんやけど、自分も誰かの周りなんだっていう視点が抜け落ちるわけね。誰かの周りなんよ自分はね。だからその視点を忘れないよ、ね、だから自分が笑顔でいることが一番人の幸せにつながるわけ。自分の人生を一番大事に考えることが一番人の幸せに近道なの。これ忘れる人結構多いんで気をつけてください。次、先日東京に行った時、偶然群馬で集まりがあったので行きました。これ誰かわかるやん、ね、帰りに東京駅で合流した友人が、群馬で何があったのと聞かれ、説明していると、あ、宗教ねと言われました。何か的確な気の利いた伝え方がありますか。ありますよ。あ、宗教ねって言われたら、あ、そうなのよってこんなのもらっちゃった、地味毛量バッジ読めるみたいな感じで言うと全然 OK。 それをさ説明したところで分からんわ、分からんわ、自分と同じ熱量ないんやからね、全く分からんよ。分からん人にいくら説明しても分からんのよ。だからまあ宗教ぐらいでちょうどいいんや。そしたらその宗教面白そうねっていう人がいたらね、じゃあ来るみたいな感じで言えばいいし、いや宗教だからやめといた方がいいよって言えばいい、ね、あまり深入りしない方がいいよ宗教だからって言えばいい。簡単なことやんそんなのね。もう人増やさないでくれ、もうぼっちで人見知りなんだからね、知ってる人と仲良くやりたいね。何の話これね、今日送迎してくれる主人に感謝です。本当よこれ、もう本当にもうさ、もう人間ができてる、いいよ、もう頭が上がりませんね。たまちゃんに質問。仕事で訪問に行ってますが、仕事を始めて6年、1000件に達しました。すごっ。そしたらなんとなく法則みたいなものを見つけられるようになりました。何？例えばモデルルームみたいに綺麗すぎるお家の方は離婚する方が多い。この人もなんか人間研究の人ですね。お家に飾ってあるものなどで、あ、どんな傾向があるかなっていうのが分かるなど。おー、
たまちゃんも何か見つけたコアな法則があれば教えてください。おいちょっと待てやおい待てやね。そうね、コアな法則、まあコアな法則っていうかさ、俺が見つけた、まあ法則じゃないけど、俺が見つけた神様、怪しい話になるよ、宗教の話よこれ ね、関わらないことをお勧めしますね、宗教だから、だってね、顔がだって宗教やもうね、もうそのうち空飛んじゃうよこんな感じでね、もうどうやっても飛べなかったね、飛べない豚はただの豚だみたいな感じだったわ、しょうがなかったよこれはね、いくらやっても飛べんかったわね。この世で一番、まあ、こんなこと言うかどうかと思いますけど、一番、皆さんに密接な神様がいる。ね。いや、もう日本って めっちゃたくさん神様がおるんよ。で、いろんな神様がおって覚えきれんぐらいおるわけ。ね。だから覚えきれんぐらいおるから、名前覚えるのは大した問題じゃないっていう神様のメッセージなの。ね。名前じゃないのよ、神様は、ほほーみたいな感じ。ね。そんな感じ。そんな感じなんよ。ね、中身を見ろって言ってるわけ、神様は。名前じゃないんだって言ってるわけ。そういうメッセージを受け取らなきゃいけないわけ、俺らはね。で、その中で一番皆さんに関わりのある密接な関係を持っている神様がいて、何だと思いますか？それね、水神様なんです。水神様なんです。あなたたちを作っている、体を構成している一番の物質って何かっていうと水なんよ。水なんよ。6割から7割ぐらい水なんよ。だから水神様の影響を受けるわけ、ね、だから水をないがしろにしてる人ってうまくいかないの。あのね、うまくいかない人って大概水難に遭うの。水難に遭うの、うん、水漏れ騒ぎを起こしたりとか、なんかその水のトラブルに巻き込まれるわけ、ね、そういう時って水神様のことをちゃんと思う時期なんだなと思ってください。で、水神様ってあなたたちの身近、もちろん体が水でできてるのと一緒で、大体お風呂入るでしょ。お風呂入るよね。お風呂って何？水なんよ。水なんよね。で、いつも水神様と触れ合ってんの。人って。ね。で、しかもその時裸の自分なの。ね。裸の自分と神様と触れ合う時間なの、お風呂って。だから神聖なの。昔からお風呂って神聖なの。だから沐浴って言ってたよね。沐浴から始まるわけやから、お風呂って。ね。昔は水に浸かるって、神事だったのよ。神事だ。だから今でもさ、伊勢神宮のあの、五十鈴川にこう、冬チャプって浸かるみたいな神事があるけど、あれずーっと残ってるわけ。うん。だから裸で浸かる必要があるわけ、あれ。ね。で、お風呂入ってる時に、ちゃんと水神様に挨拶してるかどうかっていうの大事、これ結構。結構大事。ね。で、まあその時に、水神様今日もありがとうございますって別に言ってもいいんやけど、一番大事なのは何かって言ったら、ああ、今日のお風呂気持ちいいなっていうこと。ああ、今日のお風呂最高。お風呂最高、シャワー最高。何でもいいよ、水に触れ合ってる時に。ありがたいなって思って、いや、幸せやなっていうこと。神様に、私は今幸せですよっていう報告をすることってめっちゃ大事なんよ。神社じゃなくてもできるんよ。そして一番できるのがお風呂なんよ。ね、なのでお風呂で、ああ生きててよかった、今日のお風呂も最高っていうことが一番水神様とつながる方法なんで、おすすめします。お金かからないんでおすすめします。大概宗教とかになると布団とか壺とか買わないといけない羽目になるんよこれ。そしてその壺とか布団とかかなり高額になるんよこれ。ね、なんでそれ無料なんでやってみたらどうですかね。そうすると水神様が味方についたらやばいよこれ。やっぱ一番強力やから。ね。はい。今回、人間ドックで、ちょっと引っかかった項目がありました。結局、癌ではなかったんですが、もし癌になってこのまま死んだら、などと考える、ことがありました。早死には不幸と思っていたけど、最愛の人を見とる悲しさを乗り越えて生きると思えば、早く死んだ方が楽なのかなとも考えました。たまちゃんの話を聞いて、おばあちゃん衆が欲しくなり、やっぱり長生きできるならしようと思いました。まあ、いろいろとこうね、思うことってあるよね、人生ね。俺もそう思うことってあるもんね。自分が先に行った方がいいな、みたいなことを思うことってよくあるよね。でもさ、やっぱりその、何？一緒にずっと暮らしたいな、みたいな思いもあるわけよね。たくさんの人に囲まれてさ、笑いながらずっと長生きしたいなっていう思いもあれば、ね。まあ、
まあ今日明日死んだとしても特に悔いはないなと思ったり、いろんなこと考えるよ。それは人間が当たり前やね。当たり前やね。いろんな考え方があっていいの。ね。だって死ぬとき死ぬんだから。ね。俺らが決めることできんのよ、これ。ね。ね。死ぬ時期何年何月何日ですみたいな感じで、できないのよ。昔やった科学者がおるんよ。おるんよ、もうそのさ、占いに来るってさ、占い学みたいなのをやってさ、自分の死ぬ時期がもう出たんよ。何年何月何日につって。ね。んでさ、ああ、もういよいよこの日死ぬんだと思って、ずーっと待ったけど、死ななかったんよ。死ななかったから、最後ピストル自殺しちゃうんよ、その人。結局その日に死んじゃうんよ。すごいよね。もう嘘みたいな本当の話よ、これ。ね。そういう風になるのもさ、なんかそれはそれで、って考えるよね。だからさ、死ぬんだから。死ぬことは間違いないよ。これが自分だけ例外でずっと生き延びるっていうことはないわけ。そしてなんか妖怪みたいになるっていうことはないわけ。みんな魑魅魍魎になる前に死ぬわけ。これ確実よ。ね。だから、諦めろ。ね。諦めろ。死ぬんや、諦めろ、もう。ね。これはどんなに願っても無理。あなたらみたいな一般凡人ペーペーが、いくら願ったところでできないの。ね。昔中国の皇帝も願ったの。ね。もう世界の名だたる王が願って、不可能だったのよ。なのに王でもない俺らみたいな。ね。そんな預金もない一般庶民が。ね。願ったところで無理なんだから。ね。死ぬときは死ぬんや、みたいな感じで。潔く諦めろと、お釈迦様が伝えている。ね。もうたま諦めろやって。ね。もう死ぬことから逃れることはできんのやって。諦めろ、手放せって言ってるわけ。ね。それよりも、生きてる時期を見つめろって言ってるわけ。そのさ、いつ死ぬかわかんねえ、いつ死ぬかわかんねえって不安を見つめて生きるのやめろって言ってるわけ、お釈迦様は。ね。今が大事なんやって。だからそれを刹那っていう。刹那っていうのはもう1秒間に何回や忘れたな。120回ぐらいだったかな。表紙儀を叩くっていう。刹那主義っていうのはなんか投げやりみたいなイメージがあるけど違う。もう本当に瞬間瞬間を心込めて生きなさいって言ってるわけ。お釈迦様は。ね。だから定観っていうとなんかさ、すげえなんか雑にさ、何もかも諦めろよみたいな感じで思うかもしれんけど違うんよ。ね。その、死とか、ね。それから病とか、ね。いろんな苦しみとかを見つめて生きるのやめろって。ね、それは避けられないんだから。それよりも今この瞬間、今この瞬間を大事に生きていくことがどれだけ大事なことかっていうのを早く気づきなさいって言ってるわけ。お釈迦様が伝えてるのはそういうこと。ね。なんで、まあいろんな考え方あってもいいんじゃないですか。ね。そんな中、今日も生きることができたなって思ったらさ、ああ、ありがたいなって思える時が来るよ。ね。それでいいんじゃないの？次。自分の子を上手に愛せない、育てられない人が多くて、自然界なら淘汰されるんだけど、行政が必要以上に守っていていいのかな、などと考えてしまいます。保護猫活動してる人から、殺処分の子をなくすには、野良猫に餌をやらないで、と言われていて、これを人間界に当てはめたら、などと怖いことも考えてしまいます。なるほど。あ、なるほどね。すべての生物っていうのは本能がある。で、その本能の最たるものは子孫を残すっていう本能です。ね。これが種の保存って言われるやつ。この種の保存本能っていうのが一番大事なの。生物にとって。ね。自分が生き残ることも大事やけど、もっと大事なのは、自分の子孫を残していくことが大事なの。で、これまで世の中にものすごい数の生物が誕生して、そしてそのほとんどが消えていなくなってるわけ。99.9% 以上が絶滅してるの。今地球上に生きてる生物って残りの 0.01% で構成されてるの。ほぼ死んだ。ね。いろんなその自然変動とかあって死んだ。で、そんな一握りの中の人間っていう種族。ね。で、もう本当にたくさんの生き延びる術を生物たちは考えていくわけ。もう元々はさ、もう単細胞生物から始まってるわけよ。ね。それが、単細胞生物って、一人で何でもせにいかんわけ。一人で何でもせにいかんかったらさ、苦しいやん。だから早死にするんよ。何でもせにいかんから。そのうちさ、やっぱ頭のいいやつが出てきてさ、分業を考えるわけ。ね。俺この仕事するから、お前この仕事やってくれんかみたいな。そして何人かでチームを組んで生きていこうみたいな。で、途端に楽になるわけ。だって今まで全部やってたのが、一つだけで済むわけよ。ね、それまで掃除とか家事洗濯とか料理とかいろんなことやってたのに料理だけみたいなことなんて楽やん。あとはやってくれるんよ。そしたらもう格段に生き延びる、寿命は延びるわけ。
そしたらみんなそれを真似するわけ。なんで俺らもチーム組むのっつって、チーム組んだ慣れの果てが今俺の体になってるわけ。マジよこれ。なんか俺って俺一人って思うかもしれないけど、チームなんよこれ。60兆以上おるんよ。で、俺の命じゃないの、数兆の命なのこれ。ね。で、いかに生き延びるかっていうのを考えるわけ。そして、ある時に生物は大爆発を迎える。いや、生物が爆発するんじゃない。爆発的に種類が増えるわけ。ね。で、生物の種類がその時に突然数万種類に増えるわけ。それまで数十種類しかいなかったのに。それなんでかって言ったら、生き延びるためにどうすればいいかというのを考えるわけ。いろんな生き延び方をするわけ。ね、ある生き物は、とにかく食べられるのが嫌だと。ね、自分は食べたいけど、食べられるのは嫌。みたいな。だから食べられないようにどうするかっていうのを考えるわけ。ね、ある生き物は、もうこの目を極限まで研ぎ澄まして、ね、どんな遠くからでも、ね、敵を発見できるように進化しようみたいな感じで目が異常に発達するやつとか、ね。いや、暗闇じゃ目なんか全く役に立たんだから、ね。耳とか皮膚感覚で、ね、敵を察知するんだみたいな感じで、そういう性能を特化するやつとかさ。いや、そもそも、硬ければ食われなくねみたいな感じで、殻で守るやつとかさ。いや、そもそも、あいつの口よりもでっかいサイズになったら食われなくねみたいな感じで、巨大化するやつとかさ。ね。そして、食ったら途端に死ぬような猛毒を体に、ね、備え付けたら、そのうち学習して襲わなくなるんじゃねって。俺は食われても子孫は食われなくなるんじゃねみたいな感じで猛毒を溜め込むやつとか、ものすごい種類出てくるわけ。そしてそのほとんどがそれでも死んだわけ。それでも死んだんよ。そしてごく一部だけが生き延びて生き延びて現在に至るわけ。それぞれの生き延びる方法を身につけて生きてるわけ。すごいよね。怠け者だってあれさ、よく生き延びたなって思えるよね、あれね。あんな木にぶら下がってる。あれさ、見てるとさ、木にぶら下がってるだけって思うかもしれないけど、夜動いてるんよ。ずーっと木にぶら下がってたら死ぬやろ、あいくらなんでも。ね、夜になったら途端に動き始めるんよ。まあ、そんなに素早くはないけど、ね、そんなに素早くない怠け者でも、確保できるような獲物っていうのはやっぱおるわけ。まあ、あるいは果物とかあるわけよね。そんなのを食べるわけ。怠け者が時々さ、地面に降りることってあるの、超レア体験。ね。だからつって、喜んで近づいたら絶対ダメよ。ね。怠け者が、ね、びっくりして逃げるから。で、びっくりして、走って逃げるよ、怠け者。でもさ、怠け者って、極限までエネルギーを使わないように、究極の発達をしてるわけ。だから40メーターぐらい走ったら、エネルギー使い果たし死ぬんよ。走ってパタッと倒れて死ぬんよ。だから怠け者を追いかけたり脅したりしたら絶対ダメという無駄知識をあなたたちに与えます。ね、無駄知識を与えますね。すごいよね。まあその前に怠け者に出会う確率がほぼない。ね、ネパール行くよりない。ね、ないので、人間ってどういうその作戦を取ったのかっていうと、人間が取った生き延びる作戦って社会性なんですよ。社会性なの。ね。だから人間だけ弱者と呼ばれている存在も抱えて生きるわけ。自然界だったら当然淘汰されるような、まあ、例えばその足を失ったとか手を失ったとかいろんな障害があるとかいう人たちも全員囲んで生きようという作戦に出たのがこの人間っていう種族の生き残り方なの。だからこれから外れることやったら人間のご先祖様たちが作り上げたこのシステムに反旗を翻すことになるわけ。ね。そうすると人間って絶滅する方向に向かうのよ。今までそのシステムにうまくいってたのが、やっぱりその自然の淘汰に任せるべきだよね、みたいなことになって、ね。その自然界の野生生物みたいに、やっぱり淘汰されないといけないよねって考え方が支配的になった瞬間に人間という種は滅びるようになってるわけ。ね。それが優勢っていう考え方。ね。優勢学っていう考え方。ね。優れたものだけ生き延びさせようっていう考え方は、滅ぼすのよ。種族全体を滅ぼす考え方なの。だから禁止されてるわけ。ね。それが、俺らのご先祖様が取った作戦なの。もうそれに文句を言うことはできないの。だってそのシステムで俺らは生きてるんだから。ね。なんで、まあいろんなことを考えることってあるよね、やっぱね。なんか、その、特にこういう行政とかに携わってるとさ、自分らがいらんおせっかいしてるせいで、なかなかその自立できなかったり、ね、苦しい思いさせてんじゃないかなって悩んだりすることってやっぱあるよね。学校でもそうやったもんね。
俺がそのこの子に関わることって一見その教師としては大事なことかもしれんけど、関わりすぎてるんじゃないやろか、関わってるあまりになんかこの子の可能性を逆に閉じてるんじゃねえかなって悩むことって結構あったよね。あったんよ。どこまで関わっていいかなとかさ、そういうことでやっぱずっと悩んでるのよ。でも答え出ないのよ。悩んでも悩んでも答え出ないから、その時その時で自分がベタだと思った信念に従ってもう突き進むしかないわけね。その時の自分はもう一生懸命やったって、これ以上できないっていうのがなんか自分の心の支えになっとったわけね。中途半端にやったらさ、なんか後悔だけが残りそうな気がしてさ、その時その時の自分の考え方でやっていくしかねえなって思ったね。それでいいんじゃねえかなと思いますね。なかなか難しい立場やけどな。はい、自分の正体の明かし方が分かりません。猫をかぶり続けて半世紀、どこから本当の自分で、どこから作ってきた自分か、すっかり馴染んでしまって本当の自分が分かりません。どうやったら本当の自分を生きられますか、また正体を明かせますか。あー、正体を明かしたいの正体って誰にも分かんないよ。自分自身にも、自分がどんな人間なのかって自分自身も分かんないよ。分かんないね。あのさ、素敵な自分っていうのとダメな自分っていうのがいて、ほとんどの人はダメな自分が本当の自分って思い込むのよ。おかしいよね。ね、素敵な自分も本当の自分なのに、ダメな自分が本当の自分だと思ってダメだダメだと思うわけ。おかしいよね。でもさ、よそ行きの自分がいて、まあうちの中にいる自分がいて、うちの中にいる自分が本当の自分と思ってるの。それもおかしいよね。だって外にいる自分って偽物なん？人と会ってさ、いろんなその人に合わせて自分の態度を変えてる自分って本当の自分じゃない、偽物の自分なの？そういうわけないよ、自分だからね。全部本当の自分なの、全部自分自身なのね。自分自身は時と場とね、いろんなその環境要因に合わせて柔軟に変化する存在なの。俺らって固定してないのよ、柔軟に変化するの。全部本当の自分なの。だから本当の自分って探す必要もないのね。それでそのたくさんの自分の中で、あ、これ心地いい自分だな、これはちょっとあんまり良くないな、気持ち悪いな、やめたいなって思う自分がいたなら、心地いい自分でいるように工夫すればいいんじゃないの。それだけの話よね。自分探しとかも同じやね。自分探しって、ここにいる自分がいくらどこに探したって自分なんていないよね。え、鏡で見ろやっていう話だけの話やん、そんなの。でもなかなか分からんのよ、これが。これ分からんのよ。どっかに本当の自分がいると思ってるわけね。そんなことないよって。たまちゃんが使ってる CPAP どんな使い心地か知りたいです。知らなくていいですよね。知らない。医者からあなたつけなさいって言われて、つけたら思いのほうよかった。めっちゃよかったよね。あの体質改善の時にさ、さっきの講演会では言わなかったけど、体質改善しましょうねみたいな感じで詳しい問診が始まって、あなた寝れてませんねみたいな感じで言われてね。その時さ、足が痛くて寝れてないから、寝れてないんやけど、もうすっかりさ、そんな足の痛みから話題が離れてるからさ、そういえば寝れてないですねみたいな、寝れてないのかな、寝れてるような気がするけどなみたいな話したら、小田さん、あなたいびき書く方ですかみたいなこと言われて、書きます書きます、めっちゃ書きますよってね、妻からいつも言われてます、いびきがうるさいとかって言われてるんですけど、妻は横ですやって寝てるんですよねみたいな感じでね。しかもさ、俺いびき書くって言われてからさ、いびき書かないように、書かないようにって、人に迷惑かけないようにって寝るわけ。人がいいからね。もう特にその人の家にいて泊まったり、そのたくさんのところでさ、集団で泊まったりするとき、人に迷惑かけるの嫌じゃん。おいい人だからね。だから寝ないように、寝ないように、寝ないようじゃないね、いびき書かないように、いびき書かないように、頼むぞ頼むぞっつって寝るんよ。寝たら俺じゃなくなるんよ。俺の意識がなくなるんよ。だから俺じゃなくなるんよ。俺じゃない、誰かがいびき書いてるわけ、盛大で。その責任全部被ることになるわけ、俺が朝起きたら。もうこれほど理不尽なことないよね。ふざけんなみたいなね。それで頭に来て、もう盛大にいびき書くことにしたわけね。どうせさ、もうどれだけ配慮したっていびき書くんやったら、俺もう最初からいびき書いちゃえみたいな感じでね。そして人の睡眠邪魔しちゃえみたいな感じでね。俺と一緒に寝るお前が悪いんだみたいな感じに思考パターンがさ、チェンジしたらさ、寝るの楽になったよね。うん。だから自分中心で生きていくことめっちゃ大事ね。人のことなんか気にしない。俺の隣で寝るやつが悪いね。そこを選んだあなたに責任があるのよって。俺は意識を手放してんのから責任何にもないのってね。まあ、そんな話はどうでもいいんですけど、その話したら、
いやー無呼吸かもしれませんねみたいな話になって、うん、あそれ妻からめっちゃ最近言われてるもう重要ワードみたいな感じでね、最近妻がね言ってくるんですよって、あなたはもう夜怖くて一緒に寝れないみたいなね、え、なんでって話聞いたら、あなた息してないのって、もう息してなくて怖いのってね、え俺息してるよって、え、でもだって何の自覚もないもんつって、息してるよつってね、ちゃんと生きてるよって、違うのって、あなたのは死んでるのみたいな、あなた夜中死んでるのみたいな感じ言われて、ゾンビか俺はみたいなね、生きてるんじゃんみたいな、そんな話をしたら院長が、じゃあ検査しましょうか無呼吸のみたいな感じで言われて、でもさ今科学技術すごいよね、今自宅で簡単に無呼吸の検査できるの、まあ、装置が小型化してて、こんな腕時計のお化けみたいなやつを腕につけて、そこからなんかセンサーが伸びて、ここになんか洗濯バサミの小型版みたいなのパクッとつけるなんての。それだから血中酸素濃度が測れる。で、ここから管が伸びてて、なんかここにちょっみたいなのをテープでペタペタってつけて、ね、呼吸を、センサーがあって。なんで夜中に、無呼吸をカウントしてくれる。で、それでカウントしたらさ、その院長先生がめっちゃ渋い顔するわけ。小田さん、これはやばいですよ、これ本当にやばいですっつって、え、やばいんですかみたいな、で、小田さん無呼吸がひどすぎますとか言って、いや何の自覚もねえんですけどっつって、で、その無呼吸って1時間に何回無呼吸になったかっていう数値があるのね、 AHI とか言う、知らんかったけど、今までガンマ GTP くらいしか知らんからさAHI とかいう数値があるんだみたいな、で、その普通の人も無呼吸の時あるんだって、まあ、1時間に5回未満だったら、まあ通常ですね。だから皆さんも、ひょっとしたら1時間に1、2回ぐらい無呼吸があるかもしれん。それ正常。5回超えるとちょっとやべえな、みたいな。軽度の無呼吸。15回超えると結構やべえな、みたいな。中度の無呼吸。30回超えたら、めちゃくちゃやばいです、みたいな。もう重度の無呼吸。小玉さん、数字見てください。76って書いてるわけよ。うわーみたいな。ね。うわーみたいな。小田さん分かりますか、1時間って60分しかないんですよって言って、60分しかなのにあなた76回も無呼吸なんですよって言って、でよく考えてくださいって、あなたの無呼吸の平均時間ここに書いてますけど29秒なんですよって言って、ということはつまりあなたは1時間の中で30分以上息してないんですって、あなたは半分死んでるんですよって言われて、え、俺半ゾンビみたいな、半ゾンビだったの俺みたいな、俺死んでたのって、わかりやすく言うと、あなたは毎晩毎晩溺れてますって。ね。で、毎晩毎晩、江戸時代やったら、毎晩毎晩1時間の半分ぐらい水攻めの刑にあって、ゴボ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 言ってるのと同じ状態なんですよ、みたいな。人を地味無横領みたいに言いやがって、ゴボ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 みたいな。早く人間になりてえ、みたいな。即日、運を良さず CPAP つけさせられたわけ。ね。こんな数値見たことないって言うわけ、先生が。ね。ダントツトップですとか言うわけ。ヤンキーにダントツトップです言ったらダメよね。俺なんか途端に嬉しくなってさ、トップ取っちゃったみたいな感じで、トップ取ったんすかとか言ったらもうさ、真顔でたしなめられたよね。笑い事じゃないんですよとか言って。ね。で、その先生がさ、俺の目の前で携帯電話し始めて、CPAP の業者に、今すぐ持ってきてくださいって、何の出前みたいな感じで、ね。即日つけさせられた。ね。まあ今日も、昨日もつけてましたけど。毎日つけてますけど。思いのほか、よかった。めっちゃ良かった。ね。最初寝れんかなと思ったんやけど、寝れた。ね。すごいよね。もう翌朝。もうさ、世界が違う。キラキラしてんの、なんか。ね。今まで沼から這い上がってきた地味猛獣みたいな感じで、みたいな感じで、やっと布団から起きてんのにさ、スクッて起きてるわけ。なんか朝日が綺麗だ、みたいな感じで。ね。すげえ、みたいな。もう酸素が満たされるとやばい。もうさ、酸素が満たされるとやばいよ、これ。というわけで、その CPAP と共に生きてますけど、これさ、体質改善しないと、一生お付き合いしないといけないの。ほんで、マスクがさ、ゾウさんマスクみたいなのをつけるの。で、このゾウさんのマスク、ゾウさんの鼻がずーっと伸びて、装置にくっついてるわけ。こっから空気がシコーってくるわけ。ね。それも寝てる時にさ、シコみたいな。スターウォーズかみたいな。ダースベイダーかみたいな感じでさ。これと一生お付き合いだけは勘弁してほしいな、みたいな感じで。いくら、俺に、ね、爽やかな酸素を届けてくれたとはいえ、さすがに一生お付き合いできねえみたいな感じで。ね、一年後に外してえな、みたいな感じで、体質改善するしかねえな、と思ったわけ。でも、自分がよ、その、酸素足りてっかなっていうのを簡単にわかる方法があるんよ。
それがこれ、スマートウォッチ。今スマートウォッチはさ、血中酸素濃度測れるよ。すごいよ。これで血中酸素濃度測ったら、あの 95% 以下は結構まずい、 90% 以下はめっちゃやばい、 80% 以下はもうめちゃくちゃやばいって。俺69やったよね。だからあなたもうよく死ななかったですねって言われた。ねえ、だからすごいよね。もうちょっと生きろっていう話やったんかな、神様がね。もう死、もう俺別にいつ死んでもいいんやけど、ね、死んだらひばりがもう困るからとか言って、ね、もうちょっとあなたを搾取しないと困るからとか言って、ね、そんなこと言ってないよね。まあ、ひばりが悲しむからちょっと長生きしようかな、みたいな感じで思ったんで、ね、まあそれはそれでやってますけど。だからまあスマートウォッチこれ5480円だったんで、まずこれから買ってみたらどうですか。ほんでさ、これさ、すごいんよ。そのモニターが。いろんな自分の体のデータをモニターしてくれるからさ。これでもう驚きの事実が分かったわけ。俺、さ、全国でこうお話をしてるでしょ。で、講演した後は汗だくになるの、俺。で、これをさ、いくら他の人に説明しても分かんないわけ。まあ、たまちゃんあんだけがなってたら、それは汗もかくよね。ぐらいしか思ってないわけ。思ってないわけ。ね。ほんでさ、もうどうすればこれが大変なんだよっていうのを、どうすれば伝わるんやろな、みたいな感じで悶々としてたらさ、もうデータで分かった。俺、講演してる時心拍数160ぐらいになってんの。ずーっと、もうさ、もう中高強度の運動をずーっと続けてる感じ。だから、汗だくになって、ヘトヘトになるんやっていうのが分かったわけ。すごみたいな。なんだデータで分かったみたいな。ねえ。だからもうそれだけでもつけてよかったと思ったよね。はい、あ。だから喋るってかなりエネルギー使う仕事。だから学校の先生の時はさ、かなりエネルギー使ってたんやなと思う。だって学校の先生の時1万歩くらい平気で毎日歩いてるわけ。ね、校舎をうろちょろしてるから。ね。ほんでそれで授業やってるやろ。相当エネルギー使ったよな。だから弁当2、3人前食べてもそんなにさ、ね、まっしぐらにならんかったんやなって思ってさ、なるほどなるほどみたいな感じで。もう合点いったよね、これね。はい。もうその話どうでもいいんですけど、ね。で、CPAP って売ってる。売ってる？ヤフオクとかメルカリでも出てくる。はい。この間ちょっと買う寸前までったけど、ちょっとやめた。ね、今レンタルしてるし、まあいいかみたいな感じで、ね、レンタル料が月5000円ぐらいなんですよ、診察料と合わせて。たださ、年額6万円でも CPAP 新品で買うと25万ぐらいするよ、ね、だからもう早速調べて。ありがとうございます。ヤフオクとかでたまに売ってる中古品が、それ買うといいよね。マスクはマスクで新品が売ってるんだから、ね、マスク 4,5000 円ぐらいで新品売ってるかな。だからまあそれでチャレンジしてもいいし、病院に行って診察受けて CPAP つけてもいいんやけど、 CPAP 基準があるんよ。基準があって、この簡易検査だったら AHI、 さっきの無呼吸が40以上じゃないと保険適用にならない。俺76だったら余裕でクリアできたんだね。で、病院で検査するタイプの一晩寝なきゃいけないのは AHI 20で保険適用なの。だから精密な場合20超えたら、だからまあ言えば、中度、軽度が15までやから中度からは保険適用になるよ、ね、でもそのレンタルなんでお金かかるよ、お金と相談しながらやっていけばいいんじゃないのみたいな。俺1年で返すつもりでいるからさ、まあ6万ぐらいまあいいかなみたいな、元は取ったかなみたいな、ね、もうすでにこの喋って元は取りましたみたいな感じで、ね、はい、片付けができません。やった方がいいとは分かっていますが、つい後回しにしてしまって気づくと山積みに、いざ片付けようと思ったら頑張るのですが、勢いがあるうちはいいんですが、失速するとやる気がなかなか起きません。どうしたらよいのでしょう。片付ける必要ある？うん、ある？ひばり先生、片付ける必要ありますかね。片付ける必要ありますよ。掃除の力はなめたりらしいです。今信託がおりました、ね、片付けはした方がいい、ね、やった方がいいとは分かっているんですけど、なかなか勢いがあるうちはいいんですけど、なかなか続きません。どうすればいいですか。私、はい、どうすればいいですか。特別にその時間を設けようと思うと結構あの覚悟がいるじゃないですか、うんうん、だからその日々の生活の中に常になんか動いた時には
ちょっとその辺のものを持っていくとか、うんうん、あの常に、物と一緒にあるというかな、うん、自分が生活してる中で、ちょこちょこ、はい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 、細切れの、はい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 、時間というか、なるほど、まあ、例えば醤油があったらもう醤油片付けようかみたいな、今日これでクリアみたいな、それをテーブル全部片付けようとするからなんかもう苦しくなってくるみたいな、今日はもう醤油1個とこのまあお皿1個でいいやみたいな、うん、まあ動くついでにこれやっちゃおうみたいな、あ、そうするとハードルが下がるじゃないですか、全体の片付けの量が下がる、はい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 、なるほどね、そうする、で、あの何事もそうだと思うけど、やっぱりやり始めるとできるっていう、うん、なるほど、あ、やらなきゃとか思ってるとハードルがどんどん高くなって、はい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 、なんか義務感でもうやりたくないの方がね強くなっちゃうので、うん、もうそんなに思う前になんか持って移動するとか、うんうん、明らかなもの、明らかなゴミを捨てるとか、そのちょこちょこが大事なような気がします、ね、なるほど、うん、貴重なアドバイスありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、はい、質問と合ってました、合ってました、珍しく合ってました大丈夫です、ね、役に立ちました、ありがとうございます、ね、次、ひばりくんの講師経験でたまちゃんとして思うことはありますか。あー、そうね、まあ、よく引き受けたなと思いましたね。まあでもやっぱりさ、ひばり好奇心旺盛なのね、見てたらやっぱ好奇心旺盛なのね、なんで、あ、まあやって、まあさ、なんか曲がりなりにも、学校行って、まあ学校行く中で楽しみを見つけてくれてるんで、ね、ああよかったなと思うし、ね、なかなかさ、まあさっきも言ったけど、まあ年齢上がってくるとさ、新しいチャレンジなかなかしなくなる、億劫になるのよ、ね、だから俺59になったら何かにチャレンジしようと、ね、そして、ひばりに負けたなぞということのないようにね、俺も頑張るぞ6年後。なんかにチャレンジみたいな、ね、感じで思ったね。分かりやすいかなと思って、ね、勝ちたいんや、ね、勝ちたいんや、ね、親や子供の体調不良の中で自分の楽しみを見つけるのが難しかったけれどできることからという感じになりました。たまちゃんの今の楽しみって何ですか。なんだろう今の楽しみ。あのさ、もうさ、分かってもらえるかどうかは分かりませんけど、楽しみで生きる段階超えました。うん、楽しみを見つけて生きていこうって今思ってない。いや、もうただ生きてるね。別に楽しみがなくても生きていける。うん、なんか不思議。昔なんかご褒美がないと生きていけなかった。なんか楽しみがないとこの苦しみは乗り越えられなかったんやけど、もう今その楽しみも苦しみもなんかどうでもよくなって、まあいいやみたいなね、一日一日の中で、あ、これ楽しいなとか嬉しいなとか思えたらもういいなみたいな、うん、ね、今あの体質改善やってるんで毎日体重測ってますけどね。あの体重ってさ、まあ、こんなこと話し出すとまた1時間かかるからもう話しませんけど止まるんよ、止まるんよ、で止まるのが 2,3 日だとまだ話わかるんよ、ね、何週間も止まるんよ。何週間も止まった時にね、諦める人がほとんどなんよ。そうじゃはこんなに頑張ってるのに、こんなに大好きなお菓子を我慢してるのに、大好きなチキン南蛮を食べずに我慢してるのに、なんで体重減ってかんねんみたいな、こんなんもうダメやみたいな感じでやめるよね。以前の俺やったらそうやったんよ。でも今もうさ、楽しみとかさ、そんなのでさ、あの生きるモチベーションにしてないからさ、不運で終わるんよ。もうあ、そうか今日もか、ふんみたいなね、もういいやみたいな感じで、なんかもうだんだんどうでもよくなってきたなんかどうでもよくなってきたよ。もう別にいいやんみたいな、ね、どうせ生きてるんやし、ね、楽しみを見つけようが見つけまいがどうせ生きとるんやってならいいじゃんもうって、ね、別にもう楽しみ見つけるのめんどくせえし、ね、面白いと思ったことに喜べばいいだけの話やんて。わざわざ見つけ出すのもさ、もうめんどくさくなってきたよ、もうはっきり言って、ね、なんで適当に過ごしてます。はい、もう適当に過ごしていいんじゃないのと俺は思った、ね、はい、次、気負わないことの大切さを玉ひばで学ぶことができました。今、能登半島の被災地に暖かいマフラーや帽子を送ろうと思いつきました。私とよりが折れるマフラーは1ヶ月に数枚しか作れませんけど、全国の手織り仲間や手編みファンの人に呼びかけてみました。
人の力は微力ですが、微力ですが、仲間を募って、被災地で活動している NPO 法人に送ろうと思っています。気負わないでスタートしようと思います。質問ではないですが、やってみようと思います。ああ、いいことだと思います。ねえ。はい。もうさ、やってみようと思ったことをやってみるのが一番いいんだよ。ね。今から冬になる、今、切実に必要なものは防寒着。もちろん食べ物もそうやけど。ね、防寒着とか必要になってくるんで、そういうことって大事やなって思うんで、やってみたらどうでしょうか。いいことだと思いますね。はい、てな感じで、皆さんからいただいた質問ね、すべて読みました。答えになってるか全く分かりませんけど、たまちゃんの独断と偏見でたまちゃんの考えをお伝えさせていただきました。いろんなさ、人生生きていく中で悩みや迷いや苦しみってある。まあ、そんな迷いや苦しみや悩みと生きていくから人生って深く味が出てくるもんやと思うよ。これがさ、喜びとか楽しみとかしかなかったら、いや、もっと言えば喜びとか楽しみだけを追いかけて生きてったとしたら、人生ってその深みのある輝きなんか出ないような気がするね。たまちゃんにはいろんなお師匠さんがいて、一番大好きな、まあ一番大好きなって言ったら語弊があるな、すごく大好きな人ってやっぱり逆境の中生きてきた人たちなんよ。俺がやっぱり心を動かす人って逆境の中生きてきた人たちなの。なんか順風満帆に生きてきた人たちにあまりシンパシーを感じない。いや、そういうのが好きな人たちもいっぱいいる。ね、成功者に憧れる人たちもいっぱいいる。俺は逆境の中諦めずに生きてきた人。でもその中で認められずに死んでいった人も科学者の中にはいっぱいいるんですけど、逆境の中を生きてきた人になんかすごくなんか近いものを感じる。そしてその中になんか人間の気高さっていうものがあるんじゃないだろうかっていう気がするのね。幸せの道では決してたどり着くことのできないなんか人生の輝きっていうのが逆境の中に隠されてるような気がするね。だから自分は逆境と友達になれたらいいなと思ってるね。悲しみをこんにちはっていう小説がありますけどね、そのタイトル今更ながら深いタイトルやなって思うよね。悲しみにこんにちはなんてね、言える人生が来ると思ってなかったよね。でも悲しみに対してさ、あるいは不幸事に対してさ、気軽に友達のようにね、迎えることができる。ね、挨拶ができる。そんな人生ってきっと素敵やろうなと思うし。まあ、そんな人生が自分が求めてる人生なのかなっていう気がします。皆さんもいろんな生きていく中で辛いことや苦しいことや悲しいことがこれからもたくさんあるかもしれない。だけどそれが自分を一番輝かせる磨き石になるのかな。そして後で振り返った時に、あのおかげで自分って人として一つ大きく深くなれたのかなって振り返る日が来るかもしれんよね。で、自分はその日まで頑張ってみようかなって思いますね。というわけで長丁場になりましたけど、たまちゃんのお話これにて終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。